脱炭素社会の動画5本目です。このシリーズ、なんかすごい久しぶりな気がする。PC 壊れたバタバタで原稿書きかけのまますっかり忘れてました。ついでに言うとオープニング動画の素材とかも消えてしまったのでまたシンプルなものに戻ってます。そういえばそんなこともあったね。どこかで気が向いたらまた作り直します。で、前動画を出したのはなんと7月だから、もう何を話したか覚えている人はいないと思うけど、簡単におさらいすると、前回までは二酸化炭素の排出量を減らすために化石燃料に代わり水素などを燃料にすること。さらにどうしても二酸化炭素を排出するような分野では生成した二酸化炭素を回収することで、実質的な二酸化炭素排出量を減ずることができるという話をしたよ。とにかく二酸化炭素を出さない、そんな強い意志を感じるんだ。まあ課題もたくさんあるので、明日からやりましょうと言ってすぐにできるものでもなくて、それをなんとかするのは社会全体としてプーブーリストに入れとくべきことだと思うけど、そんな前回動画までの流れで、今回は二酸化炭素回収の課題についてもう少し掘り下げていくよ。前動画の最後にヒント画像を貼って終わったやつだね。前動画で紹介した二酸化炭素回収は今後の二酸化炭素排出量削減の手段。未来の二酸化炭素排出量削減のための手段だけど、二酸化炭素回収のもう一つの重要な役割として、これまでに人類が大気へ出してしまった二酸化炭素の回収があるよ。これをしないと仮に今後の二酸化炭素排出量をゼロにしても、理屈の上では現状以下に二酸化炭素濃度が下がることはないよ。人の手で出したものは人の手で何とかしろってことだね。対比的な表現を使うなら過去の二酸化炭素排出量の削減のための手段だね。そのためには空気からの二酸化炭素回収の技術をしっかり確立する必要があるよ。空気からの二酸化炭素回収はその濃度が低いため技術的なハードルがより高いんだけど、すでに実証実験として空気からの二酸化炭素回収のための大規模な施設を運転しているところもあって、日本でも検証が進められているよ。ここで使用が検討されている技術は、基本的には前動画で紹介した二酸化炭素回収方法と同じ原理のものだから、詳しい話はこの動画では省くよ。先祖の尻拭いですな。まだトラヌタヌキの川山用かもだけど、これらの設備には年間の空気からの二酸化炭素回収量がすでに数十トン。今後さらに年間回収量数千トンまで高めようという計画のある設備もあって、もしそうなると世界中でとてつもない量の二酸化炭素が積み上がっていくことになるよ。湯水のごとく二酸化炭素が手に入るわけか。手に入るはいいものの、この大量の二酸化炭素、どうしてくれよう。使いたい放題使ったらいいんじゃないの？例えばこんな使い方とか。使い方合ってる？まあ確かに二酸化炭素は炭酸飲料の発泡剤や食材の冷却剤なんかに使われているし、他には溶接の際のシールドガスや農作物の成長促進剤、レーザーの発生装置などに需要があるよ。ただ、消費量はそこまで多いわけじゃなく、もし世界が本気になって二酸化炭素回収を始めたら、その回収量すべてを消費できるだけの需要はないよ。やっぱ飲み物はすべて炭酸に、諦めなさい。そんなわけで二酸化炭素を回収した後にどうするかも考えないといけないよ。具体的にはどうするのさ？大まかに分類すると、処分法は次の3通りに分類できると思うよ。二酸化炭素を埋めるというのは文字通り二酸化炭素を地下深く埋めてしまおうというもので、すでに多くの実証実験などが行われている技術になるよ。気体の二酸化炭素を埋めてもまた地表まで出てきてしまうのでは？これを行うには2つの地形的条件が必要で、1つは地層の間に二酸化炭素を貯留できる隙間が存在すること。もう1つはその隙間の上部に泥岩などでできた二酸化炭素を通さない遮蔽層が存在していることだよ。IPCC の調査によると、適切に貯留場所を選定して適正に管理すれば、1000年にわたって二酸化炭素を閉じ込めておくことも可能であるとされているらしいよ。なんだろう、この方法を感覚的には信用しきれない私がいる。ウプ主もこの辺の技術的なところはあまり自信を持ってどうこう言うだけの知識がないんだけど、実証実験までされているくらいだからある程度信頼されている方法なんだとは思うよ。ただ、技術的なところは置いておいても、この方法ではまさに二酸化炭素を処分すること以外に、何の利益や付加価値も生み出さないところはちょっといただけないよ。まあ二酸化炭素を埋めたところで新しい製品ができるとか周辺環境が良くなるわけじゃないもんね。二酸化炭素の排出権のやり取りみたいなのが本格化すればそれで利益は出せるのかもだけど、商売的にはちょっとしょっぱい感じがするのは否めない気がするよ。二酸化炭素を炭素へ変換し埋めるっていうのはどうなのさ？
これは二酸化炭素を何らかの方法でコークスに変換したり、木材として二酸化炭素を回収して炭にしてから埋めるというものだよ。気体の二酸化炭素を地中に封印するよりは技術的なハードルは低いけど、単体炭素を作るのにエネルギーを食うのと、やはり炭を埋める行為に生産性がないことが欠点と言えるよ。もし作った炭が全て商品で売れるならすごい利益になりそうだけど、まあそんなに炭はいらないって話になるだろうしね。その点、固定炭素源として利用というのは結構魅力的だよ。これはわかりやすい例を挙げるなら、法隆寺だよ。法隆寺が何をしたというんだ。あれは遥か昔に二酸化炭素を木材へ変換して、それを建築物にして、炭素が大気中に二酸化炭素として戻らないように固定した。そんな風に見なすことができるよ。つまり法隆寺が残り続ける限り、それに含まれる炭素分は二酸化炭素が減ると。イメージ的にはそんな感じだね。つまり日本全国法隆寺になれば二酸化炭素削減は簡単。ちょっと何言っているかわからないです。まあ法隆寺ほど大層なものでなくても、建築物などに木材の利用を拡大するとかできれば、その分は二酸化炭素の固定につながるし、他には二酸化炭素を炭酸塩化合物にしてコンクリートに混ぜ込むとか、ウレタンやポリカーボネートといったプラスチックを二酸化炭素から作ろうといった研究がされていて、そういう二酸化炭素由来の製品がこれから増えていくのかな。十中八九そうなると思うよ。むしろ建築材みたいな交換スパンの長い材料だけでなく、燃料や汎用プラスチックや基礎化製品も二酸化炭素から作るための研究が行われているよ。このように二酸化炭素を回収して化製品にして利用したり、地下に貯蔵する一連の活動は、カーボンキャプチャーユーティライゼーションストレージ、略して CCUS と呼ばれていて、このような活動が進めば、現代は石油が多くの化製品の出発物質となっているところを、将来的には二酸化炭素がその地位を取って変わるかもしれないよ。技術だけで言えばなんとかできそうな雰囲気は出てきているから、なんとかしてそれらの技術を実用的なコストで運用できるようにしてほしいと思うよ。毎度思うけどお金の話は赤辛いね。ちょっと短いけど今回はこの辺にして、次回は二酸化炭素を化製品に変える技術をもう少し具体的に見ていこうと思うよ。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。